ティスト BTS。 今夜はアベマ TV による BTS 独占プログラムをお届け。 BTS メンバー J-HOPE とジミンがトレンディエンジェルのいるスタジオに登場。そして世界レベルのダンスを披露。さらに BTS がトレンディエンジェルと豪華プレゼントをかけて5番勝負を敢行。普段は見られない世界的アーティストのスペシャル映像満載でお届けする60分。愛してます、めっちゃ大好きだよ。そして番組をご覧の視聴者の皆様にもスペシャルプレゼントを用意。最後までお見逃しなく。さあということで始まりました、 Yourself TV。 やだー、 Yourself TV。 やちょっとなんかこういうおしゃれ なんかセットとかがすごい、ね、確かにね、うん、なんか家みたいな、本当着ぐるみがすごい撮ってるんだけど、カエルさんとこれリスですか。リスなのこれ。カエルもなんかこのね模様がすごいあれだけどね。なんか今日はねこんなねあのすごいこじんまりしたとこなんだけど、はい、俺のとんでもないマブダチ来ちゃうから今日。マブダチ、マブダチ斉藤さんのマブダチって何、上原超。いやいや違う違う、トゥー、いや誰が知ってんだよ。あ違うんすか、そんな名前。え眩しい、眩しい友達ですよ。あ違うんですね、今世界で一番熱い、一番輝いてる友達をね、一番輝いてる友達をね、やっぱアーティストさんがね、そりゃそうですよ、友達多いんでしょ、アーティストさん。ちょっとチラ見えしちゃってますけど、うわ分かってる人も、分かってる人は分かってるかな。4月にねアルバムがこう出るっていうことがもう決まってるという、ね、そうなんですよ、そうそうそう、とんでもないグループですから。斉藤さんを超リスペクトしてるっていうアーティストが来るらしいから。自分で言うんだ、そうそうそう、うん、よく言えるね。いやいや書いてあるから言わないと、これ違うからね、自分では思ってないからね。完璧に書いてないでしょ。書いてありますから。あーあーうわあれ来た来た、ポップ元気でしたか。元気よ、元気、はい、高橋さんいらっしゃい、元気でしたか。元気よ、来た来た、J-HOPEとジミンが来てくれた。久しぶり、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 ジム2人まとめてやる。いやー来た来た来た、ということでね BTS のジミとジェファー、ジミジミチェアが、はい、大丈夫です、大丈夫、椅子がね、あーすごいなんかドキッとしたのね。そうできないよ、斉藤さんのうちですから。ありがとうございます。戻った、ジミが戻ってきたところでね、いい椅子だからね。ということで BTS のねジミとジェホプが来てくれました。やったー、せーの、さあこんにちは、 BTS の J-HOPE、 ジミンです。斉藤さんの部屋に遊びに来てくれたのは全世界を席巻するアーティスト BTS。 昨年リリースしたアルバムが77の国と地域の iTunes で1位を獲得。さらに昨年世界で最も Twitter 活動を行った音楽グループとしてギネスにも載った世界一影響力のあるグループの一つ。今回来てくれたのは BTS の希望であり振り付けも担当する J-HOPE、 そして芸術高校の舞踏家にトップの成績で入学する実力派ジミン。2人だけ、2人だけ、はいはい、緊張していい、始めますから本当緊張します。嘘、はい、嘘じゃないです、嘘じゃない、はい、え2人初めて、はい、はい、2人初めてです。活動が初めて、2人で活動するの、はい、他のみんな今日何やってるの。あ今家でベッド上で気絶します。寝てるってこと。家いるの。あ本当に、はい、そうか、じゃあ2人だけ仕事なんだね今日ね。すごいね。あ仕事じゃないです。斉藤さんのお家に。あそうだ、うちの遊びに来ました。ちょっとドキッとしたよ、ほらほら。そう、うちに遊びに来てくれただけだから、ね、嬉しいね。あちょっとドキッとしたよ、ほらほら。いやということでこれ本当この間のねラジオ、ラジオ、ね、ありがとう本当ラジオ、本当の楽しかったでした。本当ね聞いてくれてるね、はい、リスナーがいつもの、はい、あの8倍になりました。本当ですか、うん、わお、うん、でその次の週また元に戻りますね。頑張ります。ありがとう本当に、ね、また来たいです、うん、あぜひ、はい、来てよ来てよ。本当にね俺この間本当にねもうまたみんなと話してねよりこの、うん、なんかほんとちゃんと話したのはこの間初めてだったからさ、ラジオでね、はい、そうですね、ラジオでね、はい、なんかすごいなんか2人のこのチャーミングなね、うん、性格とね、うん、このやっぱでも歌ってる時のこのかっこよさとかね。確かにそうです、僕可愛いですし。自分で胸じみ言って、自分で分かってるけど、愛らしい。
アイラシ全部どこで覚えたのその日本語。アイラシーからね。鳥肌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 立っちゃった。そうです。僕可愛いですし。自分で自分で自分で。とりあえずちょっと写真でも撮ろうよ。なんか写真。わお。写真。それ？なんかこれいっぱいあるのよこれ。電話があるよ。写真。なんだこれ。なんだこれ。電話。テレフォン。テレフォン。写真。あはい。え。わお。これ写真撮れるの？ホブ。とりあえずさ。こう。はい。はいはいはい。わお。わお。これが。あ伸びる伸びる伸びる。イエーイ。あイエーイ。じゃあ準備はいいですかさ。イエーイ。撮りま撮影します。せーの。さらへんよ。さらげよ。もう一回もう一回もう一回。愛してまーす。愛してまーす。せーの。イエーイ。いいですよね。嬉しいねこれでね。はい。ということでね、以上になります。終わりかい。ありがとうございます。ありがとうございます。本気で喜んじゃった。ボケボケ。とにかくもうね、J-HOPE はね、ダンスが。ああ、ダンスの担当です。覚えるの早いんでしょ？覚えるのがなんか聞いたところによると。本当です。本当に？はい、本当です。もう一回見たらもうすぐ。最近ダンス覚えたダンスが、意外のメンバーは4時間くらいかかりましたが、お兄さんは10分で。10分？本当です、本当です。早っ！DNA の最後のパートが本当難しいですから、僕たちは4時間くらいかかりました。兄さんは10分で。10分？簡単に。少しオーバーです。少しオーバーです。だいぶ30分くらい、30分くらい。いや、30分も。それでも早いよ。早っ！記憶力とか。もう全部の曲そんぐらい早いってこと？僕が昔、ダンスを踊りますけど、覚えるのが早い方です。昔からじゃあ覚えるの早い。ただ天才です。ただ天才だから。ただ天才。認めてるよほら。ただの天才。認めてるよ天才って。ジェイ・ホープはただの天才。天才だってジェイ・ホープ。認めてくださいよ。認めてよほら。ありがとうございます。習得に他のメンバーは4時間かかったダンスをわずか30分で覚えたというジェイ・ホープはまさに。ただ天才です。ただ天才だから。ただ天才。認めてるよほら。で、かたやジミーちゃんはね、もうストイック、もうすごい努力家だって聞いたけど。努力で、ただ僕は。可愛いです。可愛いんだよな、本当に。見てよこの肌のツヤツヤさ、見てよほら。可愛くなる努力してるの、ジミーはちなみに。もともと可愛いんだけどさ。そうですね、ただ僕は肌可愛いですから。可愛いから。大丈夫です。天才だよね、天才的な可愛さ。可愛いの天才だ。天才の可愛さだよ、本当に。ダンスの天才と。可愛い天才だよ、本当に。可愛いの天才が。愛嬌お願いします。愛嬌。愛嬌ちょうだい、愛嬌。本当に簡単です。可愛い一言。わあ。愛してる。わあ。ちょっとたかしでお口直しね。さらへよ。やばだから。いや。でも言ってもね、俺も結構ダンス覚えるの早いのよ。斉藤さんもダンス。ダンスの天才。ダンスの天才。歌も徐々ですね。あ、本当そうそうそう。だからラジオで。そう、DNA 歌ったりとか。DNA、DNA。斉藤さん普通の人だったら4時間かかるところ、斉藤さん2分ぐらいで覚えてる。言い過ぎだよ。2分ぐらい。2分。いや、ジミーより言い過ぎるな。え、高橋さんは？もう俺も早いっすよ。遅いよ遅いよ遅いよ。ご飯食べるの早い。ご飯食べるの早い。飯食うのね。ちょっとダンス見たいよね。え、ダンス？え、今なんかちょっと軽くさ、ちょっとこの辺キュウリ？これさ、ちょっと軽く見してよちょっと。え、いけます？いけんのそんな。俺もなんか覚えたいしね。せっかくだからフィーチャリングしたいもん。フィーチャリング。そうだよ。李さんが10分で覚えたダンスです。ということで J-HOPE とジミンがダンスを披露。簡単です、本当に簡単です。え？いや、めっちゃむずい。うわ。これ贅沢だよ、こんな近くで。すごい。簡単ですよね。簡単じゃなかった。難しいよ。しましょうか。難しいよ。難しいよ。だから僕は4時間くらいかかりました。わかるよこれ。4時間。リさんはこれ10分で。10分で。早い。早っ。でもね、うちの斉藤さんは2分あれば。2分。2分あればできるんで。ちょっとだけじゃあ、せっかくさ来てくれたから。今大丈夫。せっかく来てくれたから斉藤ダンスも見てもらおうかな。
というわけで BTS メンバーの前で斉藤ダンス。じゃあミュージックスタート。めちゃ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 くちゃ難しいよこれ。ずっと注射してたけど。いやいやここしか分かんないんだよ。ああ感動もらいました。いやすごい。何これ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 60分。急にだよ。急にだよ。怖っ。いやせっかくすごい満足感の中で。いや斉藤さんのダンスがあまりダメだったのかな。ダメだったのかなと思って。死刑かと思っちゃったもん。今度アルバム出るんでしょ。だって BTS は。はい。アルバムのタイトルは、Face Yourself。Face Yourself。シングルと曲と韓国のアルバムの。ジャパニーズバージョン、そして日本オリジナル曲2曲が入っていて、嘘、そうです。ちょっとタイトルだけちょっと教えて。ケミチです。オーマイガー。何したの？皆さん4月4日にリリースされますので。4月4日。BTS 日本オリジナルアルバム Face Yourself が4月4日に発売決定。血汗涙をはじめ日本語バージョンを7曲収録、そのうち2曲が新録、さらに新曲2曲という日本仕様に向けたスペシャルパッケージ。俺がなんか好きそうだなっていう曲はある？斉藤さんが好きそうだなみたいな。多分全部、はい、全部、はい、全部だってかっこいいのよね、ほんとね。あれ好きって言ってなかった？消えない涙みたいな。いやいや、血汗涙ね。消えない涙って違うの？あとやっぱ今度マイクドロップね、この間もマイクドロップはマイクドロップのね、リミックスバージョンも出たんか。はい、スティーブ・アオキの聞いた。スティーブ・アオキの、あ、知ってる、スティーブ・アオキ。うん、有名な人でしょ。うん、はい、今 DJ DJ の、はい、ね、うーん、絶対スティーブ・アオキこいつアイドルとか好きだからオタクだから知らないはずなんだよ、オタクだから。はい、うわ、はい、そうですね、僕たちのマイクドロップかっこいいよね。ミュージックビデオですよ。これ PV だ。え、これスティーブ・アオキのミュージックビデオです。え、どれがスティーブ・アオキ？スティーブ・アオキさんは今、お、あ、後ろで、あ、後ろで、たえ、これまた撮り直したってことじゃん、MV。 え、はいはい、かっこいいな。うわークールだね。そうだよ。これ問題です。ちょっと大きい音が怖いよ。音が大きい。